1周年 WPVRNYC が彼らの音楽の進化を称賛。ファン、彼らの未来に夢を託す。2024年10月15日、グループ No. アンダーライン I の結成1周年を迎えるにあたり、ファンの間では大きな感動が広がっています。特に、WPVRNYC ・プラチナ・バイブス・ラジオがこの特別な日を前にして彼らを取り上げた投稿は、 ファンにととって忘れられらなない瞬間となりました。このラジオ局が No.1 の結成日やデビューシングル「GOT」について取り上げ、感謝の声が SNS を通じて溢れました。ファンからの投稿には感動や喜び、そして感謝の気持ちが溢れ、この1年間、まさに夢のようだった、という言葉でまとめられるような気持ちが共有されました。 2023年10月15日にト米エージェンシーの下で結成されたナンバーアンダーラインアイは、平野紫神宮寺裕太、岸裕太の3人によって構成されるグループです。彼らはそれぞれが芸能界での豊富な経験を持ち、特にキング・プリンスという伝説的なグループから独立し、新たな道を歩み始めたことで、多くのファンにとって大きな期待を寄せられています。ナンバーアンダーラインアイのデビュー曲、GOT は、 2024年1月1日にリリースされ、その独自のサウンドと強いメッセージ性は、瞬く間に音楽界に新風を巻き起こしました。彼らの楽曲は、既存のポップやアイドルの枠にとどまらず、より幅広い音楽ジャンルを取り入れることで、リスナーに深い感動を与えています。WPVRNYC の投稿は、ナンバーアンダーライン愛のこれまでの功績を称え、また彼らのこれからの可能性を再確認するものでした。 このラジオ局は、音楽史に残る出来事を紹介するコーナー、ディスマンスインミュージックヒストリーを通じて、ライン愛の活動に注目し、特にデビューシングル、ゴートのリリースに言及しました。この投稿に対し、多くのファンがコメントを寄せ、ナンンバーアンダーアダライン愛を取り上げてくれてありがとう、この1年間、彼らの成長を見守ることができて本当に幸せだった、と感謝の意を表明しました。ファンにとって、 この投稿はナンバー・アンダーライン愛のこれまでの歩みを振り返り、彼らが未来に向けてさらに羽ばたくことを期待する象徴的な瞬間となったのです。ナンバー・アンダーライン愛のデビューは、ただの音楽的な成功にとどまりませんでした。2024年のコーチャイラフェスティバルでのパフォーマンスは、彼らの国際的な人気を一気に押し上げる出来事となりました。このフェスティバルでのステージは、彼らが単なる国内アーティストではなく、 世界的な音楽シーンでも通用するアーティストであることを証明しました。ファンはこの瞬間を誇りに思い、ナンバー・アンダーライン愛がさらに大きな舞台へと進む未来を強く信じています。一方で、ナンバー・アンダーライン愛の成長はファンとの絆によって強く支えられてきました。ファンコミュニティでは、ILYs という愛称が広まり、彼らとファンとのつながりがより深まっています。SNS 上では、 ファンが WPVRNYC の投稿に対して次々と感謝のメッセージを寄せ、またナンバーアンダーライン愛の特集をお願いします。彼らの音楽が世界中に届くことを願っています。といった希望や夢が共有されました。特に、強盗が WPVR のトップ25ランキングで長期間ランクインし続けていることは、ファンにとって大きな誇りであり、彼らの熱い支持がナンバーアンダーライン愛の成功に貢献していることを示しています。 しかし、ナンバーアンダーライン愛の1年目の成功の背後には、多くの挑戦がありました。キング・プリンスからの独立という決断は、彼らにとって大きな賭けであり、新しい道を切り開くためには、音楽的な進化やパフォーマンスの向上が必要不可欠でした。彼らが新しいスタートを切った瞬間から、ファンはその変化を見守り続け、応援を惜しまず続けてきました。そして、 ナンバーアンダーライン愛はその期待に応えるように、絶えず挑戦し続けました。彼らの音楽は進化を遂げ、ファンの感情に直接訴えかける力強さを持つようになったのです。今後、ナンバーアンダーライン愛がどのように進化していくかは、誰にも予測できませんが、一つ確かなことは、彼らがすでに音楽業界において確固たる地位を築いているということです。ファンは彼らの次なる一歩を待ち望んでおり、 その期待はますます高まっています。特に、彼らがこれからリリースする新曲やアルバム、そして世界各地でのライブツアーがどのようなものになるかについて、多くのファンが興味を抱いています。WPVRNYC ・プラチナ・バイブス・ラジオのようなメディアがナンバー・アンダーライン・アイのような新しい才能を積極的に取り上げてくれることは、ファンにとっても非常に嬉しい出来事です。こうしたメディアのサポートは、アーティストが国際的に認知され、 より多くのリスナーに音楽が届くための重要なステップとなります。ナンバーアンダーライン愛の音楽がこれからもさらに多くの人々に届き、彼らのメッセージが世界中で響き渡ることを願ってやみません。そして、1周年を迎えるこの特別な瞬間に、ファンは改めて彼らの音楽とその背後にある努力を称えています。ナンバーアンダーライン愛の楽曲は、彼ら自身の感情や経験を色濃く反映しており、 リスナーにとってもも共感でできるののが多いのです強盗はその最たる例であり、自己の挑戦や成長を象徴する楽曲として、多くのファンの心をつかんでいます。この曲が世界中で広がり、彼らの存在がますます大きくなっていくことを信じて疑わないファンは、これからも彼らの音楽をリクエストし続けるでしょう。また、WPVRNYC のようなラジオ局が、こうしたアーティストの成長を支援し続けることは、 今後も重要な役割を果たすでしょう音楽業界は絶えず変化し続けており、新しい才能が次々と登場する中で、ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストがその中で自分たちの場所を確立し続けるためには、ファンとメディアの支えが不可欠です。彼らがさらに大きなステージへと進むための道のりには、これまで以上に多くの挑戦が待ち受けているでしょうが、彼らならばそれを乗り越え、新たな高みへと到達することができるはずです。 この一年、ナンバーアンダーライン愛は数々の成功を収めてきましたが、それはあくまで始まりにすぎません。彼らがこれからどのような音楽を作り出し、どのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、ファンはその全てを心待ちにしています。そして、WPVRNYC が再び彼らを取り上げ、彼らの成長を記録してくれることを期待しています。ファンの熱い応援とともに、 ナンバー・アンダーライン・アイはこれからも音楽シーンに新たな風を吹き込み、世界中でその存在感を高めていくことでしょう。ナンバー・アンダーライン・アイの物語は、まさに始まりにすぎません。彼らのデビューシングル、GOT は、ただの楽曲ではなく、3人が新しいステージに踏み出す決意とビジョンを凝縮した一歩です。しかし、音楽業界での成功には、多くの要素が関わってきます。音楽性、ビジュアル、 プロモーション、そして何よりもファンとの絆が重要な要素となります。これらの要素がうまく機能し合うことで、ナンバーアンダーライン愛は一時的な成功にとどまらず、長期的に愛され続けるグループとして成長していくでしょう。このグループが持つポテンシャルの一つは、その独自性にあります。平野翔、神宮寺勇太、岸優太の3人は、個々に強い個性と魅力を持ち、 これままででののキャリアで多くのファンを魅了ししてきましたそれぞれが異なる強みを持つ中で、彼らがどのようにしてその個性を一つにまとめ、グループとしての統一感を持たせるのかが、今後の注目ポイントの一つです。特に平野翔は、グループのリーダーとしての役割を果たしつつ、そのカリスマ性でチームを引っ張っていくことが予想されます。彼の情熱とビジョンは、他のメンバーにも影響を与え、 グループ全体をより高い次元へと導くことでしょう。ファンとの関係も、ナンバーアンダーライン愛の成功に大きく貢献する要素です。SNS やファンミーティングを通じて、彼らはファンとの強い絆を築いてきました。そして、そのファンの多くは、彼らの過去の活動を追ってきた長年のサポーターであり、彼らの新たな挑戦を心から応援しています。この強力なファンベースは、 グループが新しい活動を展開する上で不可欠な支えとなるでしょうさらに新しいファン層を獲得するためにも彼らの音楽やパフォーマンスが持つ普遍的な魅力をどのように発信していくのかが鍵となります